今月の広報松坂見どころチェック。皆さんこんにちは、秘書広報課の中津です。広報松坂2月号が発行されました。今回はこちらの表紙が目印です。これは昭和50年に行われた三重国体の時に撮影されたものです。横断幕が掲げられた松坂の街や競技の様子など、この写真からも当時の盛り上がりが伝わってきますね。それでは内容を見ていきましょう。まずは目次横、第25回竹城祭りのお知らせです。2月23日日曜日に尾上町の松浦竹城記念館と誕生地で竹城祭りを開催します。アイヌ古式舞踊のほか地域の物産展もあります。松浦竹城アイヌ文化、北海道への理解を楽しく深められるお祭りです。ぜひお越しください。続いては特集の紹介です。今月の特集は2021年開催三重常若国体三重常若大会です。三重県で国体が行われるのは実に46年ぶり。東京オリンピック三重松坂マラソンに続いて三重常若国体にも大注目です。まずは4ページ5ページです。ここでは三重常若国体の開催概要や松坂市で行われる競技の見どころなどを紹介しています。松坂市で行われるのはアーチェリーやカヌーなどです。広報松坂を読んで事前にチェックしてください。続いて6ページ7ページでは夫婦で三重常若国体のカヌー競技出場を目指す服部夫妻にインタビューしました。一度は競技者としての一線を退いた2人ですが、国体が地元三重で行われることを知り競技に復帰しました。三重国体やカヌーへの熱い思いなどを話していただきました。三重常若国体は2021年9月25日に開幕予定。皆さん一緒に盛り上げていきましょう。今月のピックアップ、ここからは今月のピックアップ記事です。今回は8ページの子ども家庭総合支援センターの開設です。さまざまな悩みを抱える子どもと家庭を対象とした子ども家庭総合支援センターを市役所1階子ども支援課内に開設しました。児童相談所をはじめとする関係機関と連携し、必要な情報提供や総合的な相談・支援をします。困ったことがあれば一人で悩まず、ぜひこの子ども家庭総合支援センターをご利用ください。今回の放送では紹介しきれなかった記事がまだまだいっぱいあります。皆さんぜひ広報松坂2月号をチェックしてくださいね。それではさようなら。